時刻は夜12時になりました。 JWAVE スパークをお聴きの皆さん、こんばんは。三代目 J ソウルブラザーズのボーカル、今市隆二です。8年目に突入したスパーク目標ですが、あっという間に8年目も3回目です。10月からね、初めて聞く方もいると思いますけども、今夜はいろんな話をしていきますので、ぜひ最後まで聞いてください。そして今夜ですが、3代目のパフォーマーガンちゃんが久々に登場します。3代目の活動はもちろん、ガンちゃんのソロプロジェクトについてもいろいろと聞いていきたいと思います。この番組はツイッターもやってます。ハッシュタグ SP813、 ハッシュタグ JWAVE をつけてつぶやいてください。そしてインスタグラムのフォローも番組ホームページからすぐできますのでお願いいたします。というわけで、3代目 J ソルブラザーズのボーカル、今市隆二がお送りする JWAVE スパーク、今日はこの曲からスタートです。聴いてください。今市隆二でスローバックパート2。This program is brought to you by 牛乳石鹸ほか。家に帰ったら、まず手洗いを。手洗い習慣はとても大事なこと。自分でできる大切な人を守る予防策。まずは手洗いから始めよう。牛乳石鹸。
マイベストジョブを使ってバイトを決めたそこの君。はい。今すぐお祝い金をプレゼントだ。え？最速翌日には最大3万円、最大3万円が君の元に。すごい。 100% お祝い金がもらえる求人サイト、マイベストジョブ。金曜深夜1時、高崎拓磨のショートストーリーとトークで綴るビッツ&ボブス東京。10月のショートストーリーは私、長澤いつきと佐藤健がお届けします。ビッツ&ボブス東京、明日深夜1時。全国ツアー追加公演開催。 J-WAVE 主催ビッケブランカウェイトツアー2147追加公演、11月6日土曜日、 LINE キューブ渋谷。お問い合わせはディスクガレージ 0570-5533-0888。 81.3 J-WAVE毎週木曜日は三代目 JSOULBROTHERS のボーカル、今市隆二がお送りするスパーク。それではここで本日のゲストに登場してもらいましょう。皆さんこんにちは。こんばんはか。いきなりとちっちゃったよ。誰ですか？岩田貴則です。ということで、ガンちゃんが来てくれました。はい。もうなんかね、前回前来てくれたじゃん。はい。もうそれが2016年の4月なんだって。5年間ぶり。もうね、ビビる。いや確かに。そんな前だったっけなみたいな。さっき写真見たけど。あ、だからエグザイルのプロモーションで来てんだ。だってあれアメージングワールドじゃん。アメージングワールド。懐かしい。もうそんな立ってるわけらしいですよ。ちょっとびっくりですけども、はい、今日はですね、ガンちゃんがね、アンゲストで来てくれたので、はい、ガンちゃんの、まあ、ソロプロジェクトの話とか、聞いていきたいなと思います。それはじゃあ後ほど聞いていきたいと思います。はい、じゃあ早速メールいきましょう。ラジオネーム、みゆちゃん、りゅうじくん、ガンちゃん、こんばんは。まず最初に、ガンちゃんソロデビューおめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。はい。リュウジ君とガンちゃんの組み合わせをあまり見る機会が少なく、ファンからガンイマと呼ばれてるのは知っていますか？お二人のプライベートやライブなどでもいいのですが、ファンに話したことないエピソードなどはありますか？またお二人でご飯など行く機会は最近ありましたか？はあ、確かに全然ないかもな。最近はないかもしれないですね。コロナ前はね。なんだろうね、プライベート、ライブ、ファンの話したことない。ないだろ。マジないだろ。そうだな。昔、伊勢丹に買い物行きましたね。うーわ。なんだっけっていうぐらい。ありますね、そんな。あ、でも、あれじゃん。家で喋った。あ、そうだね。去年かな。去年、一昨年、あれ一昨年かな。もうそんぐんな感じですよ。そんな感じね。同じマンションでね。そう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 。で、ガンちゃん家初めて行ったかな、俺は。そうですよね。あの時に、まあちょっとね、いろいろ話して、いろいろ話して、それぐらいか。最近それぐらい。最近だと、もう最近がそんな前って感じですね。まあまあね、メンバー同士ってあんま二人ってどうなんだろうね。逆にいる？まあ家近いとかもいろいろあって、おみさんかなあ。そうだよね。うん、なんかそんな感じかなって感じですけど、最近でもライブとかでも、ボーカルとパフォーマーで楽屋が分かれちゃってるから、あんまりこうね、メンバー7人で一緒に楽屋にいることが本当になくて。確かにね、ちょっと寂しいっす。だからあのツアーの時もね、なんか気合入れの時にちゃんと、初めて今日おはようみたいなテンションで話すもんね。そんな感じか。昔何よ。全然ねえじゃん、エピソード。昔あれじゃない、あのさ、あの3日連続で焼肉行ったやつやん。ああ、確かに。あの双子、懐かしい。やばい、双子ちょっと久しぶり行きたくなってきた。あれなん、しかもなんかクリスマスかなんか被ってたんだよね。あ、そうだそうだそうだ、クリスマスイブ、クリスマス。やばいな。
26日もなぜか2人で中目黒の双子に行って、でも多分謎だね。いや多分毎日会社に行ってリハとかしてる時期なのかな、多分それは。そうだね。でしかもあの双子ができたばっかとかじゃなかったっけな。あ、そうだったかも。それですごい安いしうまいしっていうので、うん、そうだそうだ、行ったぐらいかな。まあ、この話は話しましたけどね。確かにそう、確かに。じゃあ次行きましょうか。はい、はい。ラジオネームゆっこ、リュウジ君、ガンちゃんこんばんは。はい。ナオトさんがガンちゃんと二人で温泉旅館に泊まった時にガンちゃんの歯ブラシが1回しか使ってないのに象の体を磨いたのかってくらいボロボロになってて、あれは何だったのか今度ガンちゃんに聞いてみないとと言っていたのですが、なぜそんなにボロボロだったのか教えてください。ガンちゃんだから覚えてなさそうですが。いやいやいや、これはね、何それ、これ初めて聞く。あ、本当ですか。うん、いやこれはなんか、そう、ナオさんと旅行行った時あって、うん、でその時に次の日の朝かなかなんかに、うん、まあその洗面台にゾウのかな、そう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 、いや要は使い捨て歯ブラシ、あのその旅館について、旅館にあるね、うん、そう多分それでもマジ俺一回しか使ってないんだけど、うん、それをなんか朝方奈緒さんがニヤニヤしながら、うん、こう携帯で写真撮ってるんですよ洗面台で。で、うん、あなんかまあまあでも俺も結構多いからそういうのも、うん、あなんかやってるわみたいな感じで思ってて、でそれで「え何これ?」みたいな感じで奈緒さんが、うん「これどうしたの?」みたいな、これ「えこれさっき開けたやつだよね?」って何これ象の皮でも磨いたのみたいな。まあまあそのくだりがあって、うん、だからまあどっかで、ああこれはまあわかんない、テレビかラジオかわかんないけどどっかで話すんだろうなと思ったら案の定話してるっていう、うん、なるほどね、やつだったりするんで、直さんがね話したんだね。そうでもこればっかりは、うん、まあ、多分俺の歯磨きがすげえ激しかったとしか言いようがないですよ、ね、だってあの写真撮るまでのレベルってことは相当だから、うん、逆に家の歯ブラシはどうなって、家の歯ブラシはまあ俺は基本もう固めしか使わないんですけど、電動、いやいやもうアナログ、アナログ。それはその使い、新品使い始めてどんぐらいでね、もう捨てちゃうの？いや全然長く使ってるけど、本当に2ヶ月3ヶ月平気で使うけどな、ね、それを見たい、どうなってるか確かに。いやでもそんなに、いやだから固め使ってるからかな、いや多分そこの旅館のやつは確かに1日で、俺も次の日見たけど、うんうん、パイナップルのヘタみたいなやつ、あのね外に広がってね、もう完全にブラシのあれがねそうなんだ、はい、でもなんかね見てないからあれだけど、でもイメージは湧くね、ガンちゃんが歯ブラシをゴシゴシやりまくってんのは、うん、そうっすね、力強いんだろうね単純に加減がねちょっと今度見てえな、はい、ちょっと今度見よう、はい、じゃあ次いきます、はい、ラジオネームともちゃん、はい、今市さん、ガンちゃんこんばんは、先日の放送で今市さんがガンちゃんの癖は喋り始める前に吸うことだと言ってましたが、ガンちゃんがもう今市さんの癖はありますか、ぜひ教えてください。そう、これ前にね癖の話になって、はい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 、あのガンちゃんの話したわ。今日も吸ってるかな、まだ吸ってないんじゃない、まだ吸ってないか、なんか、はいはい、そうですね、全然自覚あるわ。あ、自覚ある、全然自覚あります、ね、もうそれはもう前からだね、ガンちゃんね、なあ、こういうのが今危ない危ない、出そうになった。別にだって悪いことじゃないじゃないでもなんかちょっと考えてる時に、うん、時間を埋めるために多分無意識でやってるんだろうなと思うんですけど、え、うん、そうですねとかの、うん、みたいなね、よくあるね、うん、なんだろう、ルイさんの癖なんかある。ライブ中とかは、うん、結構ライブ中ってパフォーマーとかはお客さんに対して盛り上がってますかみたいなスイッチ全開のオンモードみたいな感じで MC すること多いと思うんですけど、結構リュウジさんの MC はあえてこう逆行くみたいな MC よくやるイメージ。あえて逆行く、なんていうか 耳元にでささやくタイプの、ささやき系、マジで結構これあるあるだと思う多分。なんか、あ、皆さん盛り上がってますかみたいな、マジで、うん、いやこれあるあるだと思う。あ、それは、うん、そんなことあえて盛り上がってますかっていうタイプじゃなくて、あえて盛り上がってますかみたいな感じで、それで盛り上げるみたいな。でもさ、オミもじゃあその感じじゃない、ボーカル、そうじゃない、じゃあ。まあ確かに、でもね、これはね、そんなにささやいてんの、結構面白いと思う多分
マジで、うん、あるある。あ、そうなんだ、うん、それ癖だ。ささやきなんだ。ささやきケース初めて。いやもう知ったわ。いや本当っすか。うん、ドームとは思えないぐらいの多分ささやきですよ。あ、そうなんだ。うん、でもそれがこうちょっとハッとするというか、うん、多分絶対ファンの人は嬉しいだろうなと思いながら、へえ、あの大下で見てますけどね。じゃあ今度じゃあもうフルバック上がっていきますそれ逆に嫌だシャウト系のねフルマックスでいくわ、はい、じゃあ。はい、ということでありがとうございました、はい、ということでですね、今メッセージを紹介したねずこにはですね、スパーク木曜オリジナルセッカーに今日はガンちゃんのサインを入れてプレゼントしたいと思います。それではここで昨日リリースとなりました3代目の新曲ジェイスミンブラックをお届けしたいと思います。じゃあガンちゃん曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。3代目 JSOUL BROTHERS で JSB IN BLACK。 JSB IN BLACKした曲は3代目 JSOUL BROTHERS で JS BEAN BLACK でした。はい、ということで昨日リリースになりました。はい、はい、ありがとうございます。まあ曲自体はもうかなり前から配信していまして、ね、まあ盤になるのは、うんうんうん、盤になって昨日リリースということで、はい、どうですか、もうちょっと新曲ではありますけども、ね、ちょっとこう時間は経ってるけど、ね、どう？いや、もう結構今年のライブといえばみたいな、うん、それぐらい印象づいてる今回のツアーのイメージがあるんで、もう新曲感は正直メンバー的にはあんまりもうないのかなっていうぐらい、うん、かなりパフォーマンスも板についてきてる感じですかね。そうだよね、結構やってるもんで、うん、しっかりね、しっかりやってますからね、うん、そういう意味ではね、今年だから結構キーになる曲かなっていうところもあるかなっていうふうに思っております。うん、で、あれですよね、晩にはあのライブ映像が最速でつくということなので、はい、一足早くライブ映像見れることなので、皆さんぜひね、チェックしてください。お願いします。今一度自己紹介してるジェイブスパーク、今日はガンちゃんが来てくれてます。はい、ここではガンちゃんが始めましたソロプロジェクト、はい、ビーマイゲストについて、いろいろ話していこうかと思います。はい、まずは
何ですかこれは BMID ですか、これは何ですかってことですよね、はい、どういう感じでしょうか。ことの発端は、うん、まあ、こうやってグループ活動をやっていくうちに感じることがあって、うん、やっぱこう長年グループを応援してきてくださってる方と、うん、あとはまあね、これだけメンバーがいるので、まあ、おのおのの活動の中でその方を応援してる方、うん、要はその例えば、まあ、三代目ジェスト・ブラザーズだけど、うん、そのメンバーのこの人が応援してるんだよねとかっていう方って多分すごい多い、もう多分これだけやって11年ってくるとあると思うんですよ、うん、でもじゃあそうなった時にね、リュウリさんとかゴミさんとかソロ活動、まあ、エイリーもそうだけど、うん、ソロ活動がある人って、うん、自分のお客さんに対して自分の届けたいエンターテインメントを結構届けられる場所があるなと思ってて、うん、 そうだね、それがちょっと羨ましくもあって、うん、でもそれってなんでできるのかなっていろいろ考えると、まあまあそこはやっぱり音楽活動っていうのがやっぱりメインにあるなっていうのが、うん、まあ、現実的な話がそういうのがあったりとかする中で、でもまあ僕は結構こう8年ぐらい俳優としての活動も結構メインでやらせていただいててっていう中で、うん、でも俳優やってて作品に出てても、うん、じゃあ舞台挨拶にいらした方に直接声を届けることはできるかもしれないけど、それはなんかあくまでも作品に対して僕の熱量を伝える場であって、うん、なんかあんまりこう自分の生の声とか、あとはそのメディアとかも気にせず、うん、こうなんかもうちょっと近い距離感で、うん、なんか時間共有できたことって、それこそ遡ると多分3代目のハイタッチ会とかになっちゃうぐらいないんすよ、パフォーマーってなくて。そっかそっかそっか。だからすごく、まあその3代目のそのエリーも含めて3人のソロ活動とかも見させてもらって、あ、なんかこういう要は自分の応援してくれてる方とに直接なんかこうエンターテインメントを自分で考えて自分で届けてるっていうのをやっぱ見てて、うん、あ、こういうのいいなというか、こういうのなんかやろうと思っても今の俺にできないのかなと思っていたんですよ、うん、というか LDH で多分やってる人がいないんですよね、パフォーマーで。それを、そうだね、要はその、まあ、エリーはね、うん、ラッパーでもあるので、もう、うん、やり続けることでもそれが自分のカラーになってますけど、うん、まあ、それも大変だったと思う。でも、そういう中で、じゃあ僕がどういう風にしたらそういう空間作れるかなと思って、うん、で、いろいろ他事務所の若手俳優の方とかって結構、うん、ファンミーティングみたいなことやったりするんですよ。結構それ主流というか、割と今は普通にやってる方多いんですけど、なんでパフォーマーってこうやってパフォーマンスがあるのに自分のソロのなんかこうステージングっていうなると今までやってこなかったんだろうなって逆に思う部分もあって、まあもちろん人が埋まる埋まんないであるだろうけども、なんかそこをちょっとね突破したいなっていうのがちょっとあったんですよ、自分の中で。なるほどね。だからきっかけはそれで、うん、でなんかそこに紐づけてやっぱりこう自分のいろんな趣味だったりとか、うん、好きなこととかも全部盛り込んで、うん、トークショーもね含めて一つの空間っていうのを作れたら、うん、きっと多分長年ね応援してくださってる方にとっては特別な場所になるだろうし、自分にとっても、うん、ある種、まあ、それはグループとは別でライフワークみたいな感じでなんかこう、まあ、定期的になのかわからないけども、うん、まあ、何年に1回なのか、まあ、なんかそういう自分なりのペースでグループとは別でできたらいいかなみたいなふうには思って、結構マイペースな感じでガツガツやるっていうよりはのんびりやれたらなっていう感じで始めたプロジェクトなんですよね。で、まあ、Be My Guest っていうのは自分で付けたタイトルなんですけど、うん、まあ、Be My Guest の名の通りで、まあ、おもてなし、うん、の気持ちを込めて付けました。そんな感じです。でもファンの、ね、ガンちゃんファンの人は嬉しいよね。うん、だってその直接的にガンちゃんに会えるってやっぱライブしかないわけじゃん。そうで、しかも今や、まあ、ありがたいことですけども、うん、ドームとかなっちゃってるじゃないですか、うん、エグザイルにしろですよ、エグザイルにしろ、うん、3代目にしろ、うん、会う空間ってもうドームって、ドームもう5万かもうなんかね米粒ぐらいのサイズになっちゃうじゃないですか。で本当に舞台挨拶が一番ね近い距離でもそんなにさ、あそこお客さん入れないじゃん。そうですね、それ目的じゃないから。しかも僕だけを見に来てるお客さんだけじゃないし、作品のこと思ったらなんかあんまり声も出せないしっていう、なんかこの結構もどかしいなっていうのがあったんですよ。そうだよね。そう、なるほどなるほど。そうでも なんかでも直人さんとも俺そういう話してて、なんか直人さんもすごい前に、うん、なんか一人でできたらいいなみたいな話したけどね、うん、だからパフォーマンスを
無理じゃん一人で2時間やり続けるまあそうですね、それは無理だからなんかそのパントマイム的な、うん、もう混ぜて、そう混ぜてなんかやるみたいなことを松さんがねやってますけどね。あ、そうだね。でもそれをすごいガンちゃんは現実的にピーマイゲストって名前つけて、そうですね、やったのはファンの人はめちゃくちゃ嬉しいんじゃない。いやーなんかすごいありがたい、うん、いい反響がたくさん返ってきて、うん、そこは本当に良かったなと思ってますし、うん、まあそのね、あのプロジェクトの一環として先月、うん、一応ソロアーティストとして曲も出させていただきましたけども、これもまあいろいろありまして、まあ、なんかそのファンミーティングみたいなものがゴールであれば、うん、そこで歌うだけで完結するのもいいんじゃないかっていう、まあ、そういう案もあったし、うん、まあ、どうせやるならこじんまりやっても伝わるもんも伝わらないんでっていうところで、しっかり版も出そうっていうことだったりとか、なんかまあいろんな結局アイデアがある中で、うん、まあ、ちょっとヒロさんとも正直何度か相談させてもらってまして、うん、まあ結果としてその興行と紐づく形で版をリリースさせてもらったんですけど、うん、歌はもう本当意味わかんないぐらい難しい。やっぱりやってみて本当感じますけど。感じた。感じますね。なんだろうな。え、ってかなんかカラオケで例えばちょっとうまく歌える人とかって世の中にいっぱいいると思うんですけど、うんうん、マジブース入るとマジ弾くぐらい自分下手くそに感じるんで、やばい。あ、なんだろう、自分が初めて自分の声をちゃんとクリアに聞くからかもしれないですけど、まあそれは絶対ある。もう鳥肌立つぐらい気持ち悪かった初日とか。やべえぞみたいな。なんでこんなこと言っちゃったんだろうみたいな。そうなんだ。でも全めちゃくちゃなんか良かったけどね、ガンちゃんらしさも出てるっていうか、最初でも人の曲とかいろいろ歌ってみて、うん、自分のなんていうかなキー設定っていうのかな、うん、まあ、正直出ない音もいっぱいあるんで、うん、下も上もだからなんかこういいところ、うん、なんかあんまり用語わかんないですけど、なんかそこを、うん、一番レンジが合う、そう、そう、レンジか、なんかそれをこう設定してもらって、うん、ここのレンジでなんとなくデモ集めていきましょうかみたいなことだったりとかって勉強になりましたね。いやでも形にしたのはすごいなと思うわ。なんか参考にしたボーカリストとかいうか、うん、あ、でもたくさんいますね。いるんだ。結構日頃から聞いて好きだな、うん、こういうテイストでやりたいなと思う人、うん、まあこれもどっかで話してるんですけど、僕シラップさんとかは大好きで、うん、音楽も声も好きで、うん、まあ、あとでも結構ラッパーとかも僕好きなんで、うん、割となんか最近めちゃめちゃアングラで、うん、結構その放送コードギリギリみたいなことをラップで表現してるラッパーさんっていうよりは、うん、もうちょっとこうポップで、うん、歌とラップの境目がないみたいな感じのラップをする人たちって結構増えてきてて、うんうん、なんかそういう人たちはすごく聞くんで、まあ、それこそ変態紳士クラブさんとかは、うん、まあ、めちゃめちゃ、まあ、トレンディーですけど今すごく聞いてたりとかしてて、うん、あ、なんかこういうなんかいい塩梅のところ、なんかこう自分が参考にするべき場所なのかな。あれはじゃあディーンさんとかの影響は大きい、俺ちょっとそこあんのかなと思ってた。確かにやっぱり近いところにいたし、近いことを、もともとアーティストだし、確かに、うん、確かにそうっすね。ディーンさんもねすごくそこの苦悩だったりとか、僕一緒に作品やってる中で聞いてて、うん、なんかやっぱ違うと、俳優やってる時と例えば生放送で M ステ出て、うん、あの歌う歌う時の緊張感ってまた違うものがあるし、うん、そこに対してのこうオーディエンスの、うん、反応とかも一個一個違うしっていう中で、うん、でもなんかすごく僕腑に落ちた話あって、うん、よく話してたんですけど、うん、一緒に作品的になんかやっぱり日本ぐらい肩書きっていうか職業、うん、アーティストとか俳優とか、例えば女優俳優、うん、まあいろんなその芸能活動っていう大きな括りで言うと、うん、それを一本にすることがなんか美学みたいな、うん、なんか昔からこうその一本でやってきましたみたいなのがいいとされる時代でずっと長くやってきてるのが日本の芸能界だったりする中で、でも実はアジアとか、あのディーンさんすごくアジア滞在期間とかも長い生き方なんで話すと、アジアだと逆に言うともう MC もバラエティも歌も演技も全部ができないとそもそも一人前だと思われないっていうのが結構言ってて、もうなるほどと思って、まあすごい視野広い方だなと思いましたし、うん、
なんかやっぱそういう人との出会いもやっぱ自分のそういういろんな構想の中の一つにはなってましたよね、今思うと。で俺もちょっと似てるっていうか、その話聞いて、もともとね、やっぱボーカリスト、まあボーカリストですけども、もう歌一本でいくキャラではあったんだけど、やっぱブライアン・マクナイドのさ、家にホームステイしたりとか、はい、ロスで MV 撮ってアメリカにすごい滞在してる時とかさ、やっぱあっち行ってもうアーティストも俳優やるし、そうっすよね、それが普通じゃん、もうライフスタイル的にさ、ジャスティン・ティンバーレッグもそうだし、だからもう、あんまり狭めることねえなっていうところも正直あって、まあ映画とか俺もともと好きだから、ショートフィルムね、そうそうそう、まあそういう演技もやったんで、まあそういう話ちょっと似てるなっていうふうに思ったわけなんですけども、ということで、じゃあそんなガンちゃん、ソロデビューシングルから1曲お届けしたいと思います。じゃあ曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。岩田貴則で Let Me Know。抱きしめるのはラララ Let me know 少しでもこの距離を縮めたいよ、焦らずに Take your time 今を楽しもう All right. All right. Let me know 何でも教えてよ君のことを全て知りたいよ No matter how long it takes、hey. すれ違いだらけでその度辛いけど心近づいて曲は岩田貴則でレンミンノでした。はい、はい、もうね、こう力みなしで、いやいやもう、こう本当にいいよね。ランチこれ聞きながらランチしたの。ランチ、うん、確かにもう本当チルなチルな感じね。ナンバーになってますけど、うん、なんかね好きなクリエイターさんがね、そうなんですよ、好きな作なんですかね、うん、作家さん、作家さん、作家さんと一緒にやらせてもらいました。これはね、一緒にブース入って、そうなんですよ、これすごい記念になりましたね。いいですね。はい、はい、
ジェイブのシャー番組スパーク、木曜日は三代目 JSOULBROTHERS の今井寛が担当してます。ここではガンちゃんのソロプロジェクト始動にちなんで、ねずこからもらったソロ活エピソードを紹介していきたいと思います。ラジオネーム明太鬼、ガンちゃんリュウジ君こんばんは、僕のソロ活はゲームセンターです。最近久しぶりにゲームセンターに行ったところ、UFO キャッチャーにハマり、鬼滅の刃や東京リベンジャーズなどいろんなアニメのフィギュアやぬいぐるみを取りまくっています。そのおかげで部屋中フィギュアやぬいぐるみだらけになっています。ガンちゃんとリュウジ君はゲームセンターでの思い出ってありますか？うーん、ゲーセンなんか。ゲーセンか。あ、でもあれ行ったね、3代目の撮影でさ、あれなんだっけ、ジョイポリスツアーパン、カレンダーツアーパンツアーパンだっけかな、ね、ジョイポリスか。そうだそうだ、ジョイポリス行ったね。めちゃめちゃやったな、あれ。なんだっけ、なんかシューティングゲームみんなでめっちゃやったし、あとなんかカーゲーム、まあマリカーみたいなやつやったやったやった。もうやったし、みんな。しかもさ、あの、ちょっと今思い出したんだけど、デビュー当時にもさ、あの、ほんとプライベートでさ、ジョイポリス行ったよね。行った行った。あの、やば、それは。やばいわ、それは。ヤングメンバー、エリーいなかったね、その時ね。エリーいないヤングメンバー4人で。あ、仲いいな。行ったね。微笑ましいな、それ。行った行った。なんかあの、アスリート系のゲームとかやって、はいはいはい、みんなで、あの、100メートル走かな、一応100メートル走をやるみたいな感じで、うん、実際ね下回るプログラムあって全力疾走してたもんな。あったあったあった。フレンドパークみたいな感じだった。そうそうそう、もう汗だくなってね。だってあれ渋谷のビッグカメラらへんで待ち合わせしてね。そうだ、みんなで電車乗ってね、ジョイポリス行ったわ、ね、懐かしい。懐かしいわ、それは。もうすごいな、覚えてんな。うん、意外と覚えてるっす。うん、なんかごめん、なんかありますか、思い出。なんか思い出でも最近結構ね、うん、あれなんですよね、俺 YouTube で、うん、その UFO キャッチャーめちゃくちゃうまい人が動画上げてるチャンネルあるんですよ、うん、それめっちゃ見てて最近なんで。いや、なんか、要はその高い商品ってあるじゃないですか、うん、めちゃくちゃいいの。例えばなんか PS5 とか入れてる UFO キャッチャー、それをなんていうかな、結局その原価よりも安く取れるかどうかみたいなのやってる人がいるんですよ。面白いね。結構面白くて、え、取れるんだ。取れるんすよね、あれ。 PS5 もあるんだ。そう、あって、でもね、2時間とかね粘ってる。逆にその精神力がすごい、それ。あ、そっか、もう1回じゃ絶対無理ってことなんだね。もう無理なんで、うん、50回とか100回突っ込むのはもう覚悟の上なんですけど、うん、結果、うん、なんか取れ出すと、うん、連続で取れちゃったりとかするんですよ。だから結局1日に3つ PS5 とか取ってる人いて、うん、それすごいわ。で、逆算して考えると、うん、そうだよね、多分10万ちょっとぐらいで多分買え、要は3つゲットできてるんで、定価で考えたら全然、ね、元取れちゃうし、多分その後メルカリ出すのかなみたいな感じで思ってましたけど、はい、そっち、そのパターンもあるね。そう、もうあるなっていう。転売系ね。そう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 。ちょっと 見たくなったそう、それ普通に UFO キャッチャーで出てくるの？多分出てくると思います、ね、めっちゃ行きたくなりますよ。でもちょ、今行きたいっすもん。それで自分ではやってないんだ。まあさすがにね。うん。さすがに。いかないですけど。ちょっと面白いよ。ちょっと見てみます。はい。じゃ次行きましょう。はい。ラジオネーム、ももちゃん。私のソロ活ですが、はい、一人で野球の試合見に行き、好きな選手、いわゆる推しを、マイデジタル一眼レフカメラで撮影することです。はい、試合の間、望遠レンズをセットしたカメラを構えているので腕がだいぶ鍛えられました、うん、ここ2年ほど行けていませんが、いろいろと落ち着いたらまた推しを撮りに行ってきます、うん、カメラね。カメラ、なんか直人さん帯もハマってたか、一時期ハマってなかった。まあでもそうっすね、一瞬だったね。一瞬じゃないですか。いや、ハマってない。カメラハマってないっすね。もう俺もハマってないな。え、持ってはいます？持ってもない。ああ、あれ直樹さんもやってなかった？あ、昔やってたな。あの、しかも直樹さん、あの、撮ってさ、自分でこうやって なんつうの、あ、はいはい、あれ現像、現像して、現像、自分で現像して、ね、撮ってたよね。確かにやってたわ。もうやってないだろうな、あれやってないのかな。あ、違う、あれ確かあれだ、ネットフリックスかなんかのドラマの役で、アスカイクバーでしょ。そう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 、の写真家の役だったから
それでやり始めてハマったとかでしたよね。そうそうそう。 で、ね、で実際自分でプライベートでもやってて、で終わったらもうやってないですね、うん、あやってないのかな。やってないじゃないかな。やってないか。やってないだろうね。やってないじゃないですか、はい、じゃ次行きましょう。ラジオネームなあちゃん、リュウジ君、岩田さん、こんばんは。料理を上達したく一人料理教室にハマっています、うん、料理教室といっても通うわけではなく、作ってみたい料理を検索して作ってみるという単純なものです、うん、今の目標はふわとろオムライスをきれいに作ることです。いいですね。お二人は料理をするイメージがありませんが、自分で作ってみたい料理、作れたらかっこいいと思う料理は何だと思いますか。あ、なんですかね。最近料理やってる？まあでもドラマ終わってからはちょっとやり始めましたね。またドラマとか入ってるともう全然全くもう宅配ばっかりになっちゃう、うん、ウーバーイーツとか。もともとやってた？いやイメージない。イメージ全くないわ。自粛期間になって、コロナのおかげでスーパーとかちゃんと行くようになってみたいな感じです。何作ったの？パスタとかは結構割と作れるようになって。すごい。そう、市販のやつを使わなくても、うん、なんかめっちゃ和風のパスタとかあったら全然なんかちょっと出しとって、ちょっと醤油とか味付けて、うん、まあ、もしね、あのスーパーで明太子とかあったらちょっと明太子とちょっと海苔上乗っけて、うん、みたいな、めっちゃシンプルだけど全然うまい。やってるんだね、うん、一番最近は？いやもうなんか豚の生姜焼きとかかな。あ、玉ねぎと結構作れるんだね。うん、すごいわ。いやでもフライパンでやる料理ぐらいしかやんないですよ。できない。俺も全くやんないからさ。全く？もう米炊くぐらい。逆にどういう何食ってんすか？もうウーバーよ。ウーバーイーツ。毎日だ、ほぼ。もうほぼ毎日だね。外食もだから。外食も。だから本当に 90%。はあ。うん。コロナ禍はね。何頼むんですか？いやもう何でもジャンル。気をつけてます？飯、まあその中で気をつけるぐらいかな。うん、なるほどね。自分で作るとやっぱいい？まあ量とかも、まあでも量とか結構、うん、調節できるし、まあ米だけパックのやつとかにしたりして。そこは炊かないんだね。炊くの、まあ、結局余っちゃうんで、まあ、いちご炊いても。あ、そうだよね。そう、それまたね、うん、包んで冷凍してってなると、それもねとか思っちゃうから。そう、料理は作るのにご飯パックなんだね。そうそうそう、とか、まあ、ご飯そう待つ時間もちょっとめんどくさかったりとかあるんですよ、これ。でも多分ね、あんま向いてないね。向いてないわ、そんな感じは、うん、あ、でも意外な一面だったわ。はい、ということでありがとうございました。それではここで一曲お届けしたいと思います。ここでは11月10日にリリースされる3代目のベストアルバムベストブラザーズからガンちゃんの思い入れのある曲をお届けしたいと思います。うん、はい、どうしましょうか。あ、どうしようかな。どうしようかな。いや決まってんじゃん、もう。決まってるから早くいい、早くいいね。もうさっき打ち合わせしたでしょ。それでは聞いてください。3代目ジュースブラザーズで。
なんかどっかね、チャンスあるなら、うん、テレビとかでやれたらいいですけどね。ね、うん、やっていきましょう。やっちゃいましょう。やっちゃいましょう。はい。今一度自我を送りしているジェイブスパーク。それではここで10周年イヤーの3代目の話をガンちゃんとしていきたいと思います。先ほど言いましたが、デビュー日にあたる11月10日にファン投票によるベストアルバム、ベストブラザーズとオリジナルアルバム This is JSB が同時リリースとなります。はい、ありがとうございます。ツイッターにはですね、ベストアルバムのファン投票の結果を見たメンバーのリアクションなんかも上がってますけども、まあね、これいろんなところで話してますけども、はい、結果はね本当に自分たちが想像できないような結果でしたね。そうですね、うん、なんでこの曲入ってないんだとかねもありましたし、うん、意外とそんなにパフォーマンスしたことあったっけみたいな曲が割と上位に食い込んでたりとかねありましたけど、パフォーマンスしてない曲とかもあったよね。確かにあった、するな。まあでも聴いてくれてるってことだもんね。そうっすね、刺さってるってことっすね。しかも初期の曲がそのシングルランキングとか、うん、アルバムランキングだと、うん、結構多いイメージあったんだよな、うん、意外と。でライブ鉄板でやってる曲が意外と入ってなかったりとか、うん、確かに不思議だよね、うん、でもちょっと思ったのはやっぱカラオケとかで歌える曲が割と上位に入ってくるのかなと思った。ぶっちゃけそれ聞きたいわ、うん、リスナーのみんなに。確かに俺らがやってるライブの楽曲ってね、カラオケで歌わないもんね。早いし高いし、3台あとふわり難しいからね。難しい、うん、一人じゃだって絶対歌えないじゃないですか。歌わないよね、あのテンションで、ね、うん、絶対一人で歌えない曲ばっかりですもんね、3代目は。そうだね、うん、うん、そこもあるかもね、もしかしたら。うん、うん、まあでもね、うんうん、こうやってファンの方と一緒に作った本当に記念となる、はい、ベストアルバムになったのがね嬉しいかなというふうに思ってます、はい、はい。そしてオリジナルアルバムの方 This is JSB ですけども、うん、これはどんな感じですか、ガンちゃん。そうですね、まあでも今回初収録となってる楽曲もあったりしますし、うん、自粛期間とかも含めて約1年半、うん、2年ぐらいか、うん、のその僕らのやってきた音楽性が今回のアルバムに入ってると思うんで、割となんか僕聞いた印象では大人になったなみたいな感じがすごいあるかなと思います。あ、流れで全部聞いた。まだっすけど。うん、そうだよね、うん、なんかこう入ってる楽曲的にそうだよね。まあそうだね、うん、うん、そうっすね。でもなんかすごい逆になんか今の3代目ってそんなに世間の流れとかトレンドとかあえて意識してない感じで好きなことを表現できてる感じがあるから、うん、アーティストとしてはすごく僕はめちゃくちゃいい方向に、うん、向いてる気がしますけどね、今の3代目。その音楽を制作するとか世の中に出すっていう座組的なのもどんどん変わってったもんね、うん、デビュー当時から10年経ってって、はい、どんどん。で今だともうね、俺とオミとエリーで曲作って選んでみんなで、ね、で、うん、歌詞も書いてっていう、うん、本当にクリエイティブなことやってるなとは。いや、本当そう思います。うん、まあでもそれがねアーティストとしての、まあ、あるべき姿なのかなというふうに思いますけども、はい、まあそうですね。まあ時にはねヒロさんのアドバイスをもらったりもするのもいいかもしれないですしね、はい、うん、うん、これ新曲の話してもこれどこも行ってないじゃん。確かに、うん、系統とかもうガンちゃんがもう、じゃあこれはまあ言えないんですけど、ガンちゃんが思う、まだこれ言えないことなんだけど、はい、なんかこれ言うとするならばギリギリ攻めてギリギリ攻めて、なんだろうな。もう一応ね曲は完成して ねもう完成できします。はい、まあなんか意外な感じかな。うん、はい、ありがとうございます、はい、以上はい、以上でございます。皆さんぜひオリジナルアルバムの方もね楽しみに待っててください。はい、そして先日の This is JSB 東京ドーム公演でも発表しましたが、ライブツアー This is JSB ファイナルシーズンが開催決定しました。はい、ということでですね、12月、11日12日、はい、京セラドーム大阪、12月25日26日福岡ペイペイドームやります。はい、もうセットリスト変えてやります、うん、はい、やりますのでぜひね皆さん遊びに来てください、うん、
そして3代目のデビュー記念日まで1ヶ月切りました。うーん、11周年、だからそういうことか。12年目突入で11周年。うん、だからもう出会って11年一緒にいることになるからね。すごいっすよ。いやすごいよ。だって3分の1よ、もうほぼほぼ。すごいと思う。3代目人生だね。うん、本当に俺ら7人は、まあ、ファンの方もそっか、それを考えると、ね、ずっと応援してくださってる方なんかはね、一緒に年取ってますからね。うん、どうですか。なんかね、11周年、まあ、10周年から11周年が本当早かったなと思うけど、うん、この1年が、まあ、でもなんかやっぱりこう節目節目こうやって周年迎えるたびに、そのデビューの時の思い出とか、うん、まあ、その駆け出しの頃のなんか自分たちの気持ちとともにいろいろ写真振り返ったりとか、結構僕好きで、うん、うん、なんか、ね、そういう気持ちにファンの方も一緒になってくれてるといいなと思いますし、うん、やっぱこう周年はね、一つ大切にして一緒にこうファンの方と盛り上がっていきたいなって思いがありますけどね。うん、うん、いや11年ね、どうなってんだろうね、こっから。こっからだから15周年、15周年20周年。いや、なんかこういう話って、あのね、メンバー7人ではしっかりもね実際してないから。確かに。そういうのをね、またみんなでご飯行った時とかね、話してって。確かに。だやっぱり俺が思うのは、本当今のライブでもそうだけど、すごい本当ファンの方が愛してくれたおかげでもあるから、3代目をね、だからその3代目っていうのをすごい大切にして、この先もなんか自分たちのグループではあるけど、自分たちのグループじゃないところもあったりもするから、そういうところを大切にして3代目を続けていきたいなというふうに思っております。はい、ということで、これからも3代目の活動にご期待ください。よろしくお願いします。お別れの時間です。早いっすね。ありがとう、ガンちゃん。いやいや、こちらこそ。5年半ぶりに来てくれて、ね、5年半ぶりの再会ということで。はい、どうでした。いや、なんかほんと、いや、マジあっという間すぎて、爪痕残せたかな、みたいな。いや、不安がある。そうそう。違うか。そんなそういう番組じゃないか。そういう番組じゃない。はい。はい。いや、でもすごい楽しかったです。あ、本当ですか。はい、またちょっとね、はい、また5年半後に来ます。ぜひ来てください。その時はガンちゃん36とかか。ねえ、もっと行ってるか。やばいっすよ、もう杖ついてくるかもしれないですよ、ね、次は。いや、まあそこはいいけど。ということで、またぜひ遊び来てください、はい、それではガンちゃんと別れの前に、11月10日にリリースされるベストアルバム、ベストブラザーズからベストフレンズガールをお届けしたいと思います。それでは聞いてください。ということで、本日のゲストはガンちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。誰よりも好きなのに、誰も知らない My love to you、 君だけを見ているよ、だけど You're my best friend girl、 yeah、 ふとため息つく君、そっとさりげなく見てると、もっと近づきたい、ぎゅっと抱きしめたい、許されるならば君を奪いたい、でも込み上げる想いをもし口にしたら、その途端に全て消えちゃいそうで、君が伸ばすその息では僕のものじゃない、あいつのこと嬉しそうにはしゃいで話す、
い、ということでガンちゃんが遊びに来てくれました。ガンちゃんのねソロプロジェクト Be My Guest の話をねガンちゃんの口から聞くのは、ね、皆さんも初めてだと思いますので、やっぱりね本人の口から聞くとねすごく納得もするし、うん、すごいいい回になったんじゃないでしょうかね。これからまあアーティストとしてデビューしたけど、多分ね歌以外のこともやっていくのかなというふうに自分は思っていますので、ここからね Be My Guest どんな展開をしていくのか、楽しみです。はい、ガンちゃんありがとうございました。また5年半後にぜひ来てください。お送りした曲は三代目 JSOULBROTHERS でベストフレンズガールでした。ここで一旦 CM です。 CM の後もまだまだ今一時にお付き合いください。 81.3 予防の基本は手洗いです。大人も子供も外から帰ったら石鹸で手を洗う、当たり前のことだけど自分でできる予防策。牛乳石鹸、良い石鹸。木曜キンプレは僕たちが担当しています。今回はリスナーさんとお電話、ザ・モアイズ・ユ・ホンダ・マオさん登場、10年を振り返るの3本です。そのままじゃんけんしそうな勢いやな。じゃんけんぽん。何出したん？秘密。シーズンのキングスプレイスはこの後深夜1時から。 J-WAVE 公演、でいなみです。カラカラブーツアー、関東は埼玉、横須賀、千葉、群馬、八王子です。詳しくはずとまよ .net まで。あかねでした。またね。タクラムの渡辺幸太郎がナビゲートするチャクラムラディオ、今夜のテーマは近未来のオフィスと働き方、タクラム暴走妄想対談。タクラム代表デザインエンジニアの田川金也さんを迎えてお送りします。放送は今日深夜2時から。三代目 JSOULBROTHERS のボーカル今井寿司がお送りする J-WAVE スパーク、いかがでしたでしょうか。エンディングです。率直に楽しかったですね今日はね。はい、やっぱメンバー来ると上がります。はい、今日の放送の模様はラジコのタイムフリー機能で1週間聞けますので、今日聞けなかった友達とかにも教えてあげてください。そしてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージはこのスパークのホームページにあるメッセージボタンをクリックして送ってください。そしてスパークボックスでは皆さんからのオリジナル作品をお待ちしています。音楽をはじめ自作の歌詞や絵、ステッカーデザインなど何でも OK です。あなたのクリエイティブな作品を送ってください。皆さんの夢を形にする夢が見つかるコーナー、スパークドリーマー宛てのメッセージもお待ちしています。この後はシーズがお送りするキングスプレイスです。引き続き J-WAVE でお楽しみください。ここまでのお相手は三代目 JSOULBROTHERS のボーカル今井隆二でした。また来週夜12時にお会いしましょう。バイバーイ、おやすみ。J-WAVE Spark. This program was brought to you by 牛乳石鹸ほか。